ガヤックはフランス南部ミディ、ピレネー地方、タルヌ県にある人口1万人余りの町である。ローマ時代からワインの醸造が行われ、千年以上も市場長として栄えている歴史のある町で、タルヌ県北西部の商業と文化の中心都市で、県内で生産される多くワイン、ガヤックの生産、流通拠点になっている。この地方の中心都市トゥールーズから北東へ、 約五十キロメートル行ったところにある。タルヌ川を下っていくと、ガロンヌ川、ジロンド川となり、大西洋側に出ることができる。ラグビーチーム UA ガヤックがある。この地区のワインの歴史は、プロバンスやラングドックルシオン地方に次いで古いと言われている。ローマ人はタルヌ川を下って、地中海沿岸で作られたワインを、大西洋側の地域、または北部ヨーロッパに運搬していたが、 ブドウの苗が持ち込まれ、次第にこの地方でも栽培されるようになった。丘陵地帯からは、ローマ時代の土器が発掘されている。ガヤックは、中世にはベネディクト派の修道院を中心に発展した。生産式などの宗教上の儀式に使用するワインを得るために、修道士たちがブドウ園を経営したため、優れたワインが作られるようになった。ありがとうございます。